今夕方 5時を回ったところです。シトゥエの町に帰ってきてですね、今このマーケットエリアを抜けて海まで来ました。でここへ来るとですね、もちろんそのロヒンギャの人一人もいなくてですね、周りはですね、そのいわゆるそのミャンマー中院系の人ですかね、顔色が全然違う人ばっかで、なんかマーケットもですね普通の生活なんですね。ここからですね距離にして5-6キロ、車で行って20分前後のところにですね、村があってキャンプがあって、ロヒンギャの人たちはですね今ここに来ることができないですね。でさっきまでその村にいていろんな人の話聞いて、彼らはまあ生活はなんとかなってるんですけど全然自由がない、街に来ることもできない、働くこともできない。でここの人たちはですねそんなことが全くないかのように普通に生活してて、で僕もですね今帰ってきて着替えてここへ来て、なんかさっきまでのなんか重苦しい雰囲気から普通のミャンマーの街に帰ってきた気分なんですけど、なんかこの感覚が非常に不思議で、そんなに離れてない、本当に車で数十分で行けるところに本当に大変な生活がしている人がいる。で僕たちメディアもそうですけど、なかなかそこにアクセスができなくて伝えることができない。でこう帰ってくるとどっちにいた自分が本当なのかなっていう不思議な感じになっちゃって、まったりとこの海を眺めて、冷たいコーラを飲めるこことさっきの、ロヒンギャの村、なんかこの不思議な感覚にとらわれるって感じがしますね。